速稼塾の久保です。私は常々ですね、投資ってものの捉え方をどういうふうに伝えていけばいいのかなっていうことを考えていたんですけども、今回ですね、学歴で例えると分かりやすいんじゃないかなと思いまして、このスライドショーを作ってみました。よろしかったらご覧いただければ幸いです。私がね、常々言っていたのは、投資っていうのはいろんなね、段階の中で、まあ、最も上位、難しいんですよっていうことなんですよ。で、金持ち父さん、貧乏父さんにも、労働者 E、で、スモールビジネス S、そして、ビッグビジネス B、最後に投資家になりましょう I っていうのがありますけども、どんな人でも最初はね、概ね、労働者から、エンプロイメントから始めると思うんですよ。で、ここで余剰資金を作ったもの、余剰時間を作ったものをスモールビジネスに投入していって、で、そこでね、スモールビジネスで成功したものが、ビッグビジネス、事業になっていくってことなのかなと思います。そしてビッグビジネスで余剰資金をさらに得て投資の世界に行くということで、この積み重ねは、これね、なかなかすっ飛ばすことができないと思うんですよね。で、私がね、訴えたいのは、いきなり投資ってのは非常にね、難しいんだよってことなんですよ。で、今回それを学歴で例えてみましたので、よろしくお願いします。はい。この ESBI を学歴で例えるとどうなるかってことなんですけども、こういう風になるんではないかなと思います。まずは、エンプロイメントを小学校として例えたときどうでしょうか。はい。このね、労働者ってのは結局上位下達で言われたことをみんなでそのままする練習をしてるのと結構似てるのかなと思うんですよ。独創的なものとか自己判断とかではなくて、こうしなさい、この期限です、ああしなさい、まあ進級と言いますかね、まあ昇進するためにはこういう方法がありますってことをきちっとそれに沿ってやるってことですよね。はい、もう言ってみればね、集団活動が主で各自の差がつきにくいんですよ。うん。だからサラリーマンさんとかアルバイトの方っていうのは圧倒的にね、時給とか月給が変わるってことはなかなかないと思うんですよ。特に役職が同じだったら、小学校1年生と小学校2年生がそれぞれ役職の段階を示すとしたら、小学校1年生でそんなにね、天と地ほどの差はできないですし、それは小学校6年生になっても横を見ると同じような体格、同じような体力、同じような学力レベルってことも言えるんではないかなと思います。もちろん一部ちょっとね、変わった人はいますけどもね。で、これは労働者ね、会社員さんも一般社員だったら皆さん同じような感じですし、課長もね、横に並べたら大体似たような考え方とか思想とか行動力、活動力の課長が集まると思いますし、まあ部長にしてもね、専門分野はそれぞれ違っても、まあ同じような責任であったり、同じような給料だったりすると思うんですよね。はい。例えて言えば、給食当番、掃除当番っていうのが小学校でもやり始めますけども、みんなして同じことをすることをやりますよね。1班から6班までクラスを分かれたときに、今週1班が給食当番やってるとしたら、2班から6班の人っていうのは、その給食当番をやってるのを見ながら、ああ、なるほど、ああいうふうにやるんだ。自分の番が来たら、ああやろうっていうふうに考えてると思うんですよ。で、同じことをやることを回しあっこしてるということですよね。だから、一般社員さんで会社に入ったときも、あ、係長になったらああいうことをやるんだっていうふうにして、同じことをやることを平社員のうちから学んで、同じこと、係長がやることと同じことができるようになったら、係長に行くための試験を受けたりすることができるってことですよね。どうでしょうかね。次、S、中学校。S ってのはスモールビジネスですよね。そうなると、小学校とはちょっと変わってきます。スモールビジネスっていうのは、いわゆるね、副業みたいなね、月収で1万から5万みたいな感じのことを、自分のね、お仕事の余った時間とか、余ったお金で小さくやっていくってことになります。さあ、例えていくとどうでしょうか。一部自主独立性を選ぶことが可能になるのが中学校かなと思うんですよね。中学校ではどうですかね。ちょっと世界が見えてきて、ちょっと変わったことができるようになってきますよね。例えば部活です。ね。部活をやると、同じ学年だったりするのに、キャプテンとかね。それから学年が違うと、先輩後輩の圧倒的な優劣とか序列、こういったものを学ぶことができます。そういう世界に入ることができます。もちろんそういうのがない部活とかね、入ることができると思いますし、もしかしたら部活がないようなところもあるかもしれませんよね。はい、部活もいろんな特色があって、文化系の部活とか、スポーツ系の部活とか、結構ね、自主的に選ぶことができますよね。そういったところも、スモールビジネスっていうのは、転売をやるのか、アフィリエイトをやるのか、ネットワークビジネスをやるのかってことを自分の責任で選ぶことができて、その世界には
圧倒的なね、序列とかリーダー格とか先輩後輩とか優劣とかっていうのあると思うんですよ。似てますよね。次、課外活動っていうのもあると思います。課外活動っていうのは決められた部活ではないんだけども、まあ放課後ね、似たような趣味の人が集まってサバゲーをやるとかね、それとかプラモデルを作ってみるとか、探検に行くとか、サイクリングのなんか仲間ができるとか、こういったものも増えてくるんではないかなと思います。ここにはリーダーとかリーダー格っていうのがあったり、その分野が、課外活動の分野が特技な人がいたりとかね、単なる好きな人がいたり、得て増えてっていうのが分かれてきますよね。スモールビジネスも同じですよね。すごくスモールビジネスね、転売が得意な人とかね、転売のリーダーみたいな人がいたりとか、得て増えてが明らかに出たりするっていうところに直面すると思います。はい。あと生徒会ってものもありますね、学校には。中学校って生徒会が結構ね、色分けだってくるわけなんですよ。で、そこには小さいけれど権力があったり、学校や教育委員会や先生からの委任っていうものがあったりね、生徒でありながら生徒に指示することができたりとか、あと一定の自治が求められています。スモールビジネスも権力がなんとなくあったりね、どっかから委任されたものがあったりとかね、それから自治ってものもありますよね。自分で責任を取りましょうってことだったり、自分で活動しましょうってことがある程度許されているってことです。もう完全に人の言う通りにやるってことではないってことがこの S ですよね。さあここでね自分の力量を知ったりとか、ああ自分でやらにはいけんなって気づく人もいるわけなんですよ。自分で頑張らないといけないなと、頑張ってもダメなことってあるんだなっていうふうなね、直面することが青春時代の幕開けなのかなと思います。さあ次、高等学校、これはビッグビジネスに相当するのかなと思っております。はい。専門性とかね、権限気が出てくるんですよね。怖いですね。じゃあどういうことなんだと。ビッグビジネスの専門性や権益とかを、高等学校の専門性とか権益っていうのにどういうふうに考えればいいのかなってことですけども、高校ってそもそもこういうふうに分かれてきますよね。専門性、普通科とか工業科とか、あ、科っていう字違いますね、すいません。で、商業科とかね、その他の科もあるかもしれませんよね。要するに専門性で大きく分かれてきて、それぞれに権益が出てくるんですよね。工業科に進んだ人っていうのはちょっと漢字違ってすいませんけども、こういったものの工業分野で勝負すると他の科にね、負けないぞみたいなことがあったりね。商業科に行った人はね、やっぱり簿記とかが得意になってきて、それ普通科で学ばないですからね。だからそういうふうに権益が出てくるんですよ。次、普通科に行っても理系とか文系ってものに分かれていって、大きく色分けされています。文化系の人と理系の人っていうふうにお互いに意識しちゃったりするんですよね。それぞれの得意分野が分かれてきますよね。はい。あとね、高校ってのはバイトとかあるんですよね。できますよね。まあバイクに乗ったりもする人いると思いますし、生徒会役員っていうのはさらにね、中学とは違った大きな影響力を持ってきます。スモールビジネスとビッグビジネスと大きな違いはここですよね。そして自治権っていうのもね、かなり大きいですよね。生徒会とかで働くと特にそうなんですけども、もう先生の指示じゃなくてね、生徒会主導で自分の責任で、まあ学校で泊まり込んだりとかね、それから文化祭を自分たちで決めたりとか、クラスに対して、一定の命令権があったりとかね。バイトも同じですよね。高校生でありながらバイトでもうバイトリーダーみたいになっちゃったり、将来社員にならないみたいに誘われたりする人もいると思います。差が出てきますよね。次行きましょうか。次、インベストメントっていうのが大学に例えたらどうでしょうかってことなんですよ。はい。大学っていうのはね、投資の世界っていうのは区別がついてきます。それは行く人、行かない人、行けない人です。投資の世界も、投資の世界に入る人、投資の世界に今入らない人、そして入りたくても入れない人がいるんですよね。ここはちょっと怖いですね。で、この大学とかね、投資ってのは生涯にわたって差をつけ続ける可能性がある分野だと思います。ずーっと大学を出た人っていうのはずーっと一生大学を出てるんですよ。まあ当たり前ですけどね。で、投資をマスターした人、投資を卒業した人っていうのは、ちゃんとできた人っていうのは一生涯投資によって支えられるんですよね。どうですかね。はい。その大学によっても大きな差が出てきます。地方大学とか国立大学とか東大とか京大とかね、差ができちゃいますよね。はい。その他ですね、差ができるということの次は、大学、投資の世界には
退場者も多いです。そうなんですよ、高校と違って、それからビッグビジネスと違って、投資の世界っていうのはものすごい速度で入れ替わってきます。退場する人すごく多いです。さあ次行きましょうか。このようにですね、エンプロイメント E からスモールビジネス、ビッグビジネスとしっかりと積み上げていくことで進む領域が変わるのは、学歴となんかね似てるところがあるかなって今回思ったんですよ。小学校から中学校へはまあ割とねみんな進めると、うん、でビッグビジネス高校まで同じように進めるかっていうと、ちょっとここはね私の考え方では疑問があるところですけども、まあちょっとここはね多めに見ていただいて、進む領域が積み上げていくことによって変わっていくなっていうのはなんとなく納得していただけるんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。さあそしてですね、ESB と進んでいってもビッグビジネスができるようになっても、そのビッグビジネスでね事業ができるような、そんなね、もういろんなことが得意な人でも、投資の世界ってのは別世界なんですよ。行く人と行かない人がいるんですよ。ビッグビジネスでうまくいってて全国にチェーン店を作ってもね、投資の世界に行くかどうかっていうのはちょっと躊躇する人がいるんですよ。いや余剰資金もあるし余剰時間もあるし、投資の世界などうしようかな、やっぱやめとこうかなと、危なっかしいからっていう人もいれば、よし余剰時間と余剰資金を事業で作ったぞ、ビッグビジネス作ったぞ、よし投資の世界行くぞって人もいるんですよ。そして悲しいことに行けない人もいます。ビッグビジネスどころかスモールビジネスもうまくいってない、余剰資金もないし時間もあんまりないと、投資を学ぶことなんてとてもできないと、投資で10万円失ったらもうねどうしようもない、資金的に困っちゃうね、そういう人はなかなか行けないですよね。はい。そしてですね、いきなり投資の世界から始めることは確かに不可能ではないんですけども、むちゃくちゃ難しいと思います。ビッグビジネスをやる以上に難しいし、スモールビジネスをやる以上に難しいし、うん、エンプロイメントで値を上げちゃう人っていうのはもっと難しいんじゃないかなと思います。一部例外あります。投資が肌に合ってる人っていうのいます。でもそういう人は投資やっていって割と早い段階に芽吹きますから、すぐ分かります、自分が投資に向いてるかどうかっていうことね。それはやっていってすぐに結果が出るんで分かります。それ向いてる人ですからね。で向いてない人っていうのは、投資に自分の体を向けるために、まあまずねエンプロイメントとかスモールビジネスやビッグビジネスっていうもので自分を鍛えていくっていう段階を持つのがいいのかなと思いますけどもね。はい。でそもそもね投資って大金がいるんですよ。時間もかかりますし大きなお金もいります。やっぱり10万とか20万でやってる投資って、やるなとは言わないんですけども、じゃあね10万円投じてそれがね年利で 100% ですって言っても、10万円が1年かけて20万円に増えるだけですよ。それ1年かけて10万円増やしたいですかってことになるんですよ。だからこれがね1億円だったら1年かけて同じ、100% の利回り取ってね2億円にする、1億円稼ぐ意味はあると思うんですよ。でも元金が10万とか100万だったらそれあんまり美味しくないですよね。例えば100万円を1年かけて200万にしましたって言ったら、投資利回り 100% ですからすごい奇跡的な数字ですけども、じゃあ100万円を1年かけて200万にしてどうするんですかって話ですよね。まあそれはねすごいですよ、すごいと思いますけども、人生そのものを変えるほどにはならないんではないかなと思うんですよ。だからやっぱりビッグビジネスによって1000万とか2000万っていう余剰資金を作れるようになってから、その1000万2000万を、まあね 10% 20% 増やすっていう風な形の方がいいんではないかなと思うんですよね。はい。それですね、だからといって投資するのに借金をしてしまう、要するに大学に行くのにお金がないから奨学金借りようかとか言って無理な奨学金を借りて、計画もなく返済計画もなくやっちゃうと返済困難になっちゃうっていう現実があります。だから投資を始めるときに借金すると本当にひどい目に遭うんでやめた方がいいと思いますし、大学に行くときに奨学金をね借りて返済のめどがあればいいんですよ。でも返済のめどもないのにとりあえず大学に行っとかないといけないからやみくもに奨学金だって言って奨学金を借りることは、私はねこれも無計画な投資になっちゃうのかなっていうふうに考えてます。まあとはいってもね、私も大学行くときに奨学金のこととか進学のためのお金のこととか全く考えてなくて、自動的に出るもんだろうと思ってましたからね、反省するとこ多いです。はい。そしてですね、最後の方になってきましたけども、大学、例えて言えばね大学なんですけども、投資っていうのは原則を決めると失敗しにくいんですよ。
大学に進学するときもそうですけども、投資をするときもこんなね原則を決めていくとどうかな、失敗しにくいんじゃないかなと思いますので見ていただければと思います。さあ、前提は余剰資金で始めましょうってことです。そうなんですよね。大学に行くための入学金とか受験料とか、4年間通うため、もしくは5年かもしれませんけどね、そのお金が全くない状態だったら進学ってのは非常に失敗する可能性があります。途中で資金が尽きて大学辞めなくちゃいけなくなったとかね、大学には行ったんだけども学費を稼ぐために毎日バイトして授業に出れなかったとか、出ていても勉強に身が入らないぐらい疲れていたってことになると、本当に行ってもいいのかな、どうかなってことがあると思うんですよ。はい、ですのでこうなります。資金的に、頭脳的に、時間的に、精神的力量を超えて無理して投資の世界に行くものではないと思いますね。だからね、ちょっと悲しい現実があるんですよね。ここでちょっと対比していきましょうか。うん、こういうふうに原則決めていってください。学歴っていうのはね、いつまで行くのかってことを決めます。大学ですよね。大学っていうのは何も全部が4年生ではないですし、場合によっては大学院って進むこともできます。じゃあいつまで行くのかって決めて大学進学ってものを目指しているのかってことですよね。でこれ投資に例えても同じようなことが言えるんですよ。いつまでその投資やるんですか、勝ったらやめるんですか、負けるまでやるんですか。単純に言ったらこういうことですよね。負けるまでやっちゃダメですよね。勝った時にやめるのが投資だと思います。勝ち逃げてくださいね。そして、学歴、どんな利益を求めていくのか。大学に進学するためには大学教授が大好きで行くのか、その学科がも自分の求めているものなのか、それともただ友達を作りに行くのかね、経験をしに行くのか、楽しみに行くのか、いろんなものがあります。合コンに行くために私みたいに大学進む人もいます。どんな利益を求めていくのかってことですよね。で投資も同じで、どんな利益、いくらまで稼ぎたいのかと。最初にじゃあこの投資を選ぶときに100万円稼ぎたいんで、どんな投資を選ぶかってことも大事なんですよ。うん、FX によって、100万円稼ぎたいのか、それとも別のね、なんか証券とかを買って100万円稼ぎたいのか、株によって100万円稼ぎたいのか、全部選ぶもの違うんですよ。求める金額によっては選ぶものが変わってきます。ここも見極めていかないといけないですよね。はい。いつまで大学に通えるんですかってことですよね。いつまで通えるんですか、いつまでやるんですかってことです。学校4年間大丈夫ですよって人もいれば、もうね、そんなに長くは通いませんよって人もいます。大学院まで行けるよって、時間的な自由いっぱいあるよって方はね、行けばいいと思います。お金も払えるよって方は大学院まで進んだりとかね、大学を2つ行くとかね、いいと思います。でも投資ってのは最大限投入できる資金っていうのを最初に決めてない限りは、その資金の蓄積投入とかになっちゃうんですよ。でこれ危なっかしいですよね。だから投資っていうのはいくらまで使えるのかってことが決めていない限りは失敗する可能性高いんですよ。無限にはできないですから。勝ったらやめないといけないですからね。で次で、どうなったらやめるかってことをね、学歴考えていってください。出席日数が足りなかったらどうするのか、留年したらやめるのかね、 3回留年したらやめるのかとかね、いろいろあると思います。資金が尽きたらやめるのかとかね、どうなったらやめるかってことを決めていかないといけないですよね。だから投資も同じです。どうなったらやめるんですか、損失してどのぐらいの損が出たらやめるんですか、損失許容額はいくらですかってことを最初に決めておかないと投資の世界には行くもんではないかと思います。こういった形で学歴と投資ってのは非常にね、例えやすかったなと私は思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。さあ最後になってきますよ。はい、ですんでね、結論として、いきなり一足飛びに投資の世界ではなくって、基本的には順番に積み上げていくのがいいかなと思います。まあ、私投資の世界に入るのは5年ぐらいかかりましたね。まあ、最初自己アフィリエイトから始めて、他の転売とかね、ネットワークビジネスとかをやって、2017年に投資の世界に入りました。 FX ですよね。で1年間全く勝てませんでした。でも余剰時間と余剰資金があったんで、1年間もう損失出っ放しでも耐えたんですよ。大丈夫だったんですよ。時間的な自由もずっとあったんですよ。資金的な自由もありましたんで、1年間1回も勝てなくてもやってこれました。で2年目から利益が出るようになったんですよね。私が時間的な自由とか資金的な余裕がなかったら最初の1年目で終わっていたと思います。はい、学歴と違うところもちょっとだけ紹介していきましょうか。学歴と違うのは、得意なフィールドで戦えばいいんですよね。だからエンプロイメントで英達することもできますし、スモールビジネスでね、英達することもできます。ビッグビジネスで
成功することもできますし、投資の世界でずっといることもできます。得意なフィールドで戦えばいいんですよ。でも学歴っていうのは絶対に下から行かないといけないですよね。うん。だから小学校行って中学校行かずに高校とか大学っていうのは考えられないですよね。で、中学校を卒業した後に大研っていうコースはありますけども、いきなり大学進学もなかなか難しいと思います。だから基本的には小学校、中学校、それから高校、大学っていうような感じになると思います。で、学歴とビジネスの違うところは、ビジネスっていうのは、まあ、いきなりスモールビジネスとか、いきなりビッグビジネスとか、いきなり投資っていうのもあるんですけども、なかなかそれも難しいんじゃないかなと思います。ただしですよ、ずーっと投資家って人もいるってことはいるんですよ。学歴と違うのは、いきなり大学からスタートってことはないってことなんですよね。はい、そしてね、エンプロイメントでも、スモールビジネスでも最大限の時間とお金の自由を獲得すること、これもできるんですよ。うん。だから労働者としてものすごく自由に楽しく生きることもできます。スモールビジネスでも自由な時間と自由なお金をね、手にすることができますし、それはね、ビッグビジネスだろうが投資家だろうが同じなんですよ。だから自分の一番得意なところを見つけて、そこで最大限可能性を伸ばしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、こういうふうな例えになります。泳ぐんだったら、万が一の時にも足の届く泳ぎやすい水で泳げばいいんじゃないかなと思いますんで、投資家になった時にね、投資でドーンと失敗しても、あ、足が届くわと、うん、即死しないわみたいなところね、泳ぎやすい水で泳げばいいんじゃないかなと思います。ビッグビジネスもそうですよね。失敗した時でも取り返しがつくような形をしていく。だからこれがリスクエッジです。皆さんね、水泳する時に足の届かないところとか、水深が、うん、ね、1万メートルのところで泳ぎたいですか？うん。太平洋のど真ん中で泳ぎたいって人いないと思いますよね。それは万が一の時にでも取れるリスク、もう即死しないように足の届くようなプールとか、それからね、手の届くような広さのところとかって選ぶと思うんですよ。ね。だからね、例えて言うとね、何のリスクヘッジもしないで投資の世界に入るとかっていうことは、太平洋のど真ん中で、泳ぎの初心者の人が、さあ泳ぐぞって言ってね、始めるようなもんなんですよ。こういうふうに例えると分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね。甘いことばかりではないです。本当にね。投資の世界で死んでしまう人もいます。言ってみれば、太平洋のど真ん中で泳ぎ出したら、嵐が来たり、サメが来たりとかね、海賊が来たり、海賊は今はあまりないんですかね。足がつったりとかするわけですよ。うん。だからそんな時でも大丈夫なように、準備をしておくってことが求められるのかなと思います。投資の世界っていうのは、何もね、太平洋のど真ん中でいきなり泳ぎましょうって話じゃないんですよ。うん、そこまでに行く段階があって、リスクヘッジができて、思考力があって、資金的な余裕、時間的な余裕、あらゆるものが整った時に、投資の世界っていうのは、うん、まあ、入ることを許してくれるんではないかなと思うんですよね。はい、まあ、そんな感じでね。投資が得意な人は、私の五択なんてどうでもよくってうまくいくと思いますけども、自分が投資の初心者を、やっぱ自覚するんだったら、それ相応のリスクヘッジと力量を超えないような、そんなね、資金の投じ方をした方がいいんではないかなと思いますけども、皆さんいかがお感じだったでしょうか。25分の動画になりました。ちょっと長くてすいませんでした。まあ、これからもね、いろんなことをいろんなもので例えていきたいと思います。ありがとうございます。